予定候補の伊佐伸一さんをご紹介申し上げます。皆さんこんにちは。私伊佐伸一と申します。本日はこのように多くの方に足を運んでいただきましたこと、まず心より御礼申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。本日はこの場をお借りいたしまして、私伊佐伸一、来るべき決戦に向けて今の政治に対して何を思うかと、またどういった社会を目指すのかということについてお話をさせていただきたいと思っております。私伊佐伸一、これまで15年間文部科学省で働いておりました。さまざまな仕事、さまざまな挑戦させていただきました。例えば宇宙開発、あの映画にもなりました人工衛星はやぶさ、このはやぶさプロジェクトの政府の中で担当させていただいて、さまざまなサポートしてまいりました。またノーベル賞を受賞された山中先生、 iPS 細胞、この山中教授が特許を取得される際にサポートしたということもございました。また3年間北京の地に渡りまして外交官になりました。日中関係、日中のさまざまな外交交渉を行ってまいりました。今日中関係大変なことになってます。尖閣諸島国有化を機に多くの日系企業、窓ガラスが割られて、日本車が燃やされて、経済にも大きな影響を与え始めております。まさしくその中国との間で、私伊佐伸一、最前線に送っていただいて、さまざまな日中交渉、外交交渉を行ってまいりました。これまでの15年間政府の中で与えられた仕事、全力で取り組んでまいりました。ところが実はそこにはいつも同じ壁があったんです。乗り越えられない壁があったんです。この壁を乗り越えれば日本のためになるのにと、いつも悔しい思いをした、やるせない思いをした。その壁というのがこの国の形だったんです。この国の形、特に3月11日東日本大震災以降、その思いをより強くしました。私はその当時副大臣の秘書官という仕事をしておりました。秘書官という仕事、大臣について、副大臣について、国会に行って、官邸に行って、目の前でいろんなものを見てきました。私が目の当たりにしたものは決められない政治というものだったんです。1年半経った今、私も何度か被災地に足を運びました。1年半経ったと今でもそうです。今被災地どうなってるか、瓦礫の処理、まだ処理が終わったのは4分の1だけです。20数万人の方々がまだ仮住まいなんです。仮設住宅にいらっしゃる。2度目の冬を迎えようとしてるんです。19兆円もの予算をつけながら復興住宅、まだ着工したのは2割なんです。これが今の日本の政治、今の日本のこの国の形なんです。これはもう日本がダメになるなと、なんとかせなあかんと、こういう思いでいたときに今回お話をいただきました。これまで皆さんお世話になった福島豊、この後を継いで次の戦い、来るべき決戦で頑張ったらどうかとお話をいただきました。そこで私伊佐伸一、決意を持って、覚悟を持って、このふるさとの地に戻ってまいりました。私が15年間政府の中でぶつかり続けたこの国の形、それは何だったか。それは中央が全てを決めるという形だったんです。地方のことも、橋の上げ下ろしさえも
中央が全て決めていく。ところが何も決めきれてないんです。これが今のこの国の形なんです。今の社会保障同じです。この国の形、なぜこういう状況になったか。それは遠い昔に日本が欧米先進国に追いつくことを目的として作った。これがこの国の形でした。今の社会保障もそうです。年金どん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 目減りしていく。保険料支払う方はどんどん増えていく。なんでこういう状況になってるか。それは日本の高度成長期、経済が右肩上がり、これを前提にして作った制度なんです。これを前提にした作った制度、今の時代に合ってないんです。だからこそ今の時代に合ったこの国の形というものを作っていかなきゃいけない。それが地域主権型の道州制と言われるものなんです。地方のことは地方が決める、大阪のことは大阪が決める。大阪が元気になるような予算の使い方をする、これが地域主権型の道州制です。今さまざまな政党が道州制の話をしております。しかし実は皆さん、この地域主権型の道州制、この新しい国の形、これ一番最初に申し上げたのは我々公明党なんです。1991年、すでに地域主権を提案しておった。私伊佐新一、今この社会情勢の中でさまざまな課題があります。景気、経済、安全保障、外交、また社会保障、こうした課題一つ一つ取り込んでいく。それとまた同時に未来に責任を持つ青年として新しい国の形というものを作ってまいりたいと、私伊佐新一そう決意をしております。昨年の秋より1年余りにわたりまして、皆様のさまざまな真心いただいて、これまで地道な活動を続けてまいりました。一件一件ご挨拶回りをさせていただく、お一人お一人からさまざまなお声をいただいてきました。時に激励の声もあれば、時にご批判の声をもちろんいただくこともありました。でも私はその中で今強く思っていることがあるんです。一つ強く思っていることを申し上げたいんです。それは今求められる政治とは何かということです。今求められる政治、それは何か。前に進む政治だと思います。決めていく政治だと思います。今の政治どうか、政局だけで、自分たちの生き残りだけで物事を決めていく、もうこんな政治はごめんなんです。そうじゃなくって、今決めるべきことを決める。次の世代のことも考えて、子供の世代、お孫さんの世代のことも考えて、覚悟を持って物事を決める、こういう政治が今求められているんです。パフォーマンスだけの政治とか、イメージ作りだけの政治とか、こんな政治長続きしないんです。一番被害を受けるのは我々国民なんです。そういった意味でも、私伊佐新一37歳です。この青年の熱と力で新しい時代を開いていくと、今の世の中のこの閉塞感、これ打ち破っていく、この決意で頑張ってまいりたいと思っておりますので、皆様何卒伊佐新一よろしくお願い申し上げます。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。